いやお招きいただいてありがとうございます。なんか視覚をなるほどのものではありませんか。<い>ありがとうございます。いやいや。えでも実況アナウンサーからは普通あれですよね。試合の取材をされるぐらいでしょう。そうですね。あまりうんこういうのはあんまりないですね。ねはい、実況アナウンサーにはどういう対応をします。選手によってはあのかつての 福西隆みたいにめちゃめちちゃゃな人本人に引退したと言ったら「<laughs> あれはなんでなの?」って言ったら「はい、いやちょっとごめんなさい作ってました」って言われたんですけどはい、はい、どういう対応 <laughs> ツンデレの人とものすごいフレンドリーな対応でしてくれる人とこれ両方あると思うんですけど <laughs> まあ福西さんはそうやって,て <laughs> 作るというのもあると思うんですけど結構、はいね、そういうのを好き好きっていうか、はい、カラーがあった方がいいと思うんで。僕、はい、僕は僕の知ってる人に 例えば解説とかする人に対しては、はいはい、バンバンブラックなことを言ってくれって言うんですよ<ー>特に僕には。そ,その方が何て言うんですかねためになるじゃないですか。もう見て例えば良くなかったら、はい、こういうとこはよくないっても客観的に言ってくれた方が例えば僕はそれを見てあそういう目線確かになって思えればいいんで、はい、なんかこう当たり障りのないなんかこう <laughs> まあ 中立じゃないですかはい、はい、だからそういうのも分かってるんですけど僕にとってはそうやってやってほしいっていうのはありますあ,あじゃあ何つぼをついてくれた方が、うん、が僕はありがたいそれが分かってると取材しやすい <laughs>、はい、いやこれ難しくて監督ってこっちがつぼだと思ってちょっと突っ込んで言うとそれこそちょっと名前出すとこれ名前ちょっと消してほしいんですけど <noise> はとかってなるわけですそういう人もいるかもしれないですね <laughs> 僕はでも逆にそれで参考にしたいところもあるんでそうなんそう見,る見えた てるんやみたいな、映像とか振り返るじゃないか試合。音声なしとまあ全体 j. リーグの映像と。まあダゾーンとまあ両方見るんですけど。両方見る。はい。そういう見られか、見られ方っていうかどう見て、どういう風に捉えてもらえてんのかなみたいなすごく興味あります。じゃあ何。実況解説聞く?。聞きます聞きます。やっぱり。それがあったら、紅葉も違うじゃないですか。え、じゃあ、何、えっと、無音で。はい。 スカウティングみたいなのをまず見る、はい。見ますね。それは全体ちょっと遠いんですよ。はい。ダゾンでちょっとまあボール中心というか、はい。あのまあ客観的にその全体を見るのと、はい、もっともちろん音付きとこうみみ皆さんっていうかそのダゾンが流れてるまあ、はい、ハンサポーターの人たち、同じものを見る。はい。あ、そう気にならないですか？あ全然全然ならないで いやならないです。いやでも例えば実況とかが多少こう下り顔で踏み込んだ描写とかをしたくなるもんなんですよ。これはもうあなたの下がって。はいはいはい。えもうでもどんどんしたらいいんじゃないですかね。ででもそれに対してちげえだろって思ったりします。はありますけど。はい。あでもそれもあって丸なって。いやそれはありますよ。でも見る人の視観なんで。あまあそうか。はい。僕は。 あんまり悪いことばーって言わないじゃないですかそそれはうですだから批判めいたことを言われちゃうとって思いますけどそれ出てないじゃないですかまあそうですね客観的にそのサッカーを見て言ってもらえるんで僕らは気づかないこととかそういうふうにああ確かになって気づかされることとかはあるんでむしろ批判というかもバンバ指摘してほしいですもうこここうじゃないよくないよねそれは言わないでしでも 7月、はいえー、月間優秀監督賞おめでとうございますあ。ありがとうございます。えー、何回目ですか？3回ぐらいですかね。回目ですか、ね、いやこれだから僕調べたんですよ。<ー>2021年の、はいえー、途中から監督に昇格されましたよ、はい、で今回5戦4勝1分け今、はいえー、収録時点で。 で七月は負けなし公式戦多分四戦全勝だと思うんですけど山口監督になってこう長い期間の負けなしとか好調ってどのぐらいあったのかなとほぼないんじゃないですかねいやいやあるんだよ結構 <laughs> だから三回取ってんじゃないですか <laughs> 何言ってんですか <laughs> いやなんか僕、うん、申し訳ないっていうかはい、はい、もう本当選手の頑張りだと思うしはいはいあのそういうたまたまっちゃダメですけど <laughs> その一ヶ月の中で、はい、まあ連続しておっ ているるるがああその反面もあるんででああくないですね、はい、かだからこれを僕の中では安定した戦いを少しでも長くとかっていうところには繋げていかないといけないっていうふうにはすごくこういう賞を頂い,いて感謝は感謝というかそのまあチーム全員のあれだと思うんですけどそれはすごく責任を感じます。ちなみに最多 連続負けなし。新聞、はい、の中で合曲してます。いやない、わかんないです。斉藤はね、ちょっともう覚えられないで、僕はメモ取ってきたんですよ。今回斉藤はね、2022年、はい、6戦負けなしってのあるんですよ。でも引き分けとかが多かったん三勝三分け微妙じゃないですか。微妙ですか。微妙じゃないですか。あ、それが五勝一分けとかあ<ー>やったら三勝三分けっていや四勝二敗と一緒やみたいな。 あそうか勝ち点でいうとあそういう感覚そうなんですよ<あ>じゃあ引き分けが多い負けなしってあんまり僕は監督心理的には負けてない感はないんですか <laughs> もちろんその何ていうんですかね内容とかで相手とか拾えた勝ち点も勝ち位置だと思いますし、はい、逆に失った勝ち点2の中での勝ち位置もあると思うんで、まあはい、そう考えるとなんか引き分けがそれ3つ4勝2分けぐらいやったら あれだと思うんですけど。三勝三敗って。って<で>いう感じです。今よく深いんで。まあ、そうそう、監督はそうじゃないとね。はい、で、ちなみに、六戦負けなしが最長、ま一回だけなんですよ。はいはい、で、今回五戦負けなし、こ三回目なんですよ、はい。あ、そうっすか。はい、で、一回は就任した直後。はい これ、終盤ですね。これ、5戦負けなしなんですけど、これこそ、これこそ、山口さんがあんまり記憶ないっていう、そう、2勝3負けです。そうか、でも実況アナウンサーは、さあ、山口監督のチーム、現在、5戦負けなしです。負けなしを、ちょっとこう、強く言いたい。僕はあんまりいらないじゃ例えば、じゃさらっとやるわ。6、六引き上げでも6戦負けなしじゃないですか六6、6、6、6、例えばその前に6、6、 5回,あ2回負けてるとかその前後はすごい大事だと思うんですけど、ね、例えば間で勝ち引き分け勝ち勝ち引き分け引き分けとかの、まあ、さっきの3勝3分けで言うといいとは思うんですけど負け引き分け引き分け引き分け勝ち勝ちで2勝3分けじゃないですか 2> 2でも負け負けみたいなのになるとあ,<ー>うんあんま言わんでもいいんちゃうと <laughs> のは思います。<laughs> <laughs> 今シーズン、はいえー、選手起用で、まあ、それこそ一番は、鈴木淳之介選手をちょっと後ろに持ってきたりとかってって、はい、結構、チャレンジをされてたりするところもあるんじゃないかなと思うんですけど、はい、そ,その辺んのなんかそう、うんまあこれ、信じてもらえるかどうか分からないんですけど、はい、自分の中にはもう去年ぐらいからずっとあって、あそうなんですか、はい、もちろん、いる選手が30人いるんで。はい それぞれの特徴であったり得手増え手があってで現状どうなのかっていうところでか、まあ、み合わせをどうするかもちろん、えー、メリットもデメリットもそれぞれにはありますしこういう選手を使ってこういう戦いをしたらメリットはこうでデメリットはこうだよなっていうところはどんな選手を組み合わせてもあるとは思うんですけどタイミングもそうやったんですけど。 まあ自分の思い切りで淳之介はあそこに使った名古はあそこに使ったっていうところは目をつむらないといけないいいととけころはあ,るのはあるんですそうですそれは、えー、っと例えば大岩立ちセンターバックでいうと、はい、まあ松村とかいろいろミンティもそうですけど、はい、いますけど、はい、それは誰を使ってもそうなので<ー>何を強調して何を何てうんですか、ね、我慢というか目をつむるかっていうところを。 まあちょっっと変えたっていうでもあれですよね選手の起用ポジションってまあ多分その選手が歩んできた生い立ちも含めて例えば教科部だったり監督が見るからそもそも預かった段階で、はい、まあ先入観みたいのはあるじゃないですか。すねはい、だけどそれはあくまで先入観であって、はい、その監督がこういうサッカーをしましょうって。 っていうものとすり合わせたときに、はい、必ずしもそれは一致しないですよね。ほぼしないですほぼし。ほぼしないんだ。これ,これはクラブの、はい、かクラブの考えてこれどこどの監督さんもそうだと思うんですけど、はいはい、クラブの歴史があってそれに伴って今いる選手っていうところがあると思うんで。うんうん、そうですね。 その中で僕らの仕事って多分もちろん勝たないといけないですけどその選手をどう見てどういいところを出して勝つにどう思っていくかだと思うんでその中に成長っていうのは絶対的に僕は必要だと思ってるんでる、はい、例えば自分の考えてるサッカーじゃないあ、ま、得意じゃない人ももちろんいたりするし得意な選手もいるんですけどそういう目で見るんじゃなくてその選手のいい いいところで特徴が何なのかっていうところとそれプラスアルファを覚えてほしいところっていうのを<ー>こうしのぎ合いといいますか我慢しながら、うん、出してもらいながらっていうのは僕,僕ですけどすごくこのチームで学ばせてもらってるところなんで、はい、サッカーの本質っていうものは変わらないんでポジションがあれどスペシャリティは必要ですけどその考え方の本質は あのどのポジションでもそんなに変わらないと思ってるんでそれをまあ伝えていきながらっていうところは監督的にはコンバートしたっていう感覚なんですかねそれともそうじゃなくていやこっちの方が単純にあこっちの方が合うなっていうので普通にん、まあ、だろうその自分の戦おうとするもののイメージでそれは鈴木選手のこと言ってるんですけどもともとあるでしょ彼は割と中盤の8番タイプ。 まあ前もやったり、まあ、ボランチをセンターでまあちょっとさばいてっていうタイプですね6番よりもちょっと8番寄りの選手じゃないですかでも、まあ、後ろに置くっていうのは、まあ、僕らはコンバートって言っちゃいますけど、うんはい、監督的にはそのコンバートって感覚だったのか単純な,そのな,なんだろうちょっとうまく言えないけど、まあ、置き直しというかい8番の役割をそこでやってもらえればいいっていう感じですあああそれ放送で使っていいですかバッっってやっぱりこう 結構時間もあるし、はい、まあもちろん当たれる中で言いなさないといけないですし、はい、もちろん守備のところもありますしどっちかというとこの両サイドのスリーバックの選手って本当に大変やと思うの、ねはい、で攻撃のタスクっていうのは多分現代のサッカーでは大きいと思うんで変化も含めて単純にそういう発想でまあやってもらいたいっていうのが基本のどど選手にもあって。 でまあ、うちの戦い方でいうと守備のところでもハードワークのところがあったり潰しに行かないといけないところがあるのでああまあそことの天秤というかあとは若い選手なんで順之介に関して言うと直屋もそうですけど、はい、中盤の選手ですけど360度プレッシャーがあるというよりかは後ろでちょっと俯瞰して、うん、まあ180度の中で、まあ、守備も前に比重を置けるプラス攻撃でもまあ選,ぶ選びやすいっていうのをまあ 若いうちにこう経験してものにしてもらう中で最終的に余裕を持って360十中盤に戻ったいはもできるんじゃないかなっていうのが一番の狙いというかはい、はい、でもそれあれですよね遠藤航るそれですよね多分そうですねそう,そうだと思う今もうみんなボランチって思ってるじゃないですか、はい、でも僕ちょっと割と相談見て長いんで、ねはいはい、そう彼後ろの人なんです、はい、でまあ変な話今やって高橋選手がやってるポジションから、はい タフに守備しながらすげえ出てくるな、すんごいスプリント、はい、そういう選手だ、はいはい、まあ、そういうことですよね。だと思います、余裕は違うし、こう後ろから見るで、俯瞰した見,見れ方をするので、やっぱり中盤の選手とか大変だと思うし、前の選手もこう、はい、やっぱり常に敵にこう密着される形が多いと思うんで、うんうん、そういう意味で中盤の選手を後ろで使うっていうのは、一つそういうメリットがあるのかなとは、うん、自分の中では。まあ、自分も実際そそううやったんであ うん、中盤からまあ後ろに行って僕はもう中盤に戻れなかったんですけど後ろで余裕まではいかないですけど、はい、いろんなことを学ぶ目線を持てたんでそういうのを持ってなおかつこう一つ前に上がってもっていうところは求めたいなとは思ってますけど。 戻りたかってたらたくん、いやいやいや、また違う、ほら、違うサッカー人生だったかもないだな、いやいやいや、無理ですね、僕の場合は。ちなみに高橋選手って、僕見てて、すごいポテンシャル高いなと思うんですけど、監督的にどうですか独特やと思います、独特感性と、僕、昔から知ってるんで、ガンバ時代から、昔からちょっと変な言い方をすると、ひねくれもの、プレーーですよ。ははいいプレーーね あえてボールさらして敵に食いつかせてそれをまあ逆手に取るじゃないですそういうプレーができる選手なので攻撃のところでいうと面白さはやっぱりまあ出,さ出してもらえてるのかなと思いますしまあ技術もしっかりしてるんでだからなおさらああいうところに置いて発信をしてもらいたいっていうのを狙いでうんまあ使っているのはあります。 大でだから剥がせるんで、潤之介もそうですけど、剥がしてこう相手の嫌なところに入っていけるんで、それって、まあ、もちろんこっちが要求してやってもらえる部分と、この感じるところのアンテナっていうものを教えれないところももちろんあるんで、そういうのは持ち合わせてる選手なのかなとは思います。ねうん、若い選手って 使う時って、その今おっしゃった目つぶらなきゃいけないっていう要素はいつも必ず背中合わせじゃないですか。はいすね、でも、これちょっと監督を前に言うのもあれなんですけど。日本とヨーロッパの結構若手の扱い方に僕差があると思ってて。外人の監督さんって18。まあ、十八区時に十七とかでも普通に。 使うじゃないですか、はい、で使うのは日本人の監督みんな使ってるんですけど結構使い続ける率が欧米の監督の方が、うん、逆に高い、うん、要はい結構大胆に使うで日本の監督さんの場合、うん、使うけどやっぱりおっしゃったそのなんかリスクがあったりとかするんだろうかなと思ってその割とこうやっぱり途中で使う頻度が下がっちゃうっていうケースが割と多いような気がするんですけどその辺の見極めっていうかどうなんですかね そそそうううあんまあ半端ないんで、はい、この目をつむらないといけないところ以上のものが後々出るっていうところは絶対的にあると思うんですけど、はいはい、僕の場合は若い選手はもちろんそうやって使って成長を促したいプラスやっぱり例えば中堅ベテランの選手も同じように成長曲線でいうと低いかもしれないですけどそういうところに刺激を受けてどうなっていくかっていう変化を見ながら選びたいタイプなんで。はいはい 一人の選手だけフォーカスをしちゃうとはい、はい、その成長成長で使い続けた方がってあるんですけどはい、はい、その一方でじゃあ例えば今まで出てた中堅の選手ベテランの選手がどうなるかっていうところは絶対に見逃したくないんで、はい、そこの点はもう毎回使い続けたい反面じゃあ練習がどうなのか周りとの関係がどうなのか本人のメンタルがどうなのかっていう見方は本当にしているのでまあ分かんないですけど僕の場合は。 今、本当にこうしっかりやってくれて結果にもこう責任を感じてでプラス、出れてない選手もそこに対して反骨心持ってやってもらってるんでその中でのまあ今、チョイスになってるんですけど逆に言うとあれですねいつもフラットだっことですね僕はそのつもりですけどまあ周りはどう取れてるか分からないですけど本当に山口さんガラッと変えるじゃないですか。 いいのか悪いのかわからないですけど。あれ本当ね、アナウンサー的に困る。<laughs> はい。だと思います、ね。<laughs> すいません。<laughs> <で>あ<れ>はい。はい。それをどいちいち説明できないじゃないですか、僕らって。はい。じゃあ、せ、しなくていいんですけど。三人かいます、五人かいます。はい。うん、ね、はいはい、でも、なんかこう。マネジメント含めて、いろんないいものを出したいっていうので、まあ、もちろん失敗することもありますけど。まあ、それも覚悟の上で、なんかこう。 継続させていきたいところもあるんで。えっとじゃちょっと話を急にこれどうしても今日えっと来たかったことっていうか町の大橋これがですねすごいことになってるじゃないですか。そうですね素晴らしいですね。でまあここから羽ばがいてるわけですよ。そうでしたっけここにいましたっけ。今の彼らの活躍っていうのは山口さん的にはどう見てるんですか。いもっと頑張れと思いますよね。素晴らしい反面やっぱり。 自分で掴み取ったもんなうんて言ったらいいんですかね僕はだからここにいたとかっていうのはあんまりそういう目線じゃなくてあ単純に、まあ、一緒にやってた情はありますし、うん、頑張れって単純に思うぐらいですねそれはもう自分が掴み取ったもんなんで、うん、すげえなあって思いながらそうっすか思てますでもなんかやっぱりあれですよね叩き上げた感じが出てますよね彼らね。 そうだ僕の中ではあんまりそれはまだ,まだ,まだ行ってない,いやそうだと思いますはい上がっていったタイプだと思いますしそれも含めて自分で掴み取ったもんなんですごいなっていうのはそういう意味で思いますねだからもっともっとこうそういう選手が増えてきてほしいですしただなんていうんですかね海外に行く前にやっぱり J リーグで見せつけてほしいなって っていうのはどんな選手にも思いますし。まあ、町野とか大橋は本当に苦しんだ中から、こうね、積み上げて年数かけて。まあ、移籍も繰り返してっていう。で、掴み取ったって感じだと思うんで。まあ、そういう選手がたくさん出てきてほしいなとは思います。もともとでも、山口さん的に、どのぐらいポテンシャル的には、どういう目線で見てたんですか。それこそ、町野とかは。まあ、守備のことはあんまりこう。 言われてて率先してやるタイプででもないんででどこまで目をつむるかどこまで目をつぶらずに守備のところでいうと攻撃はもちろん技術も高かったですしある程度こう自由に調子に乗せると調子に乗せるとという言い方がいいかもどうか分からないですけど、はい、明るい選手だったんでおの、はい、ずとこう周りにも引っ張られてていうところはあったんでもで我慢して使うそれこそ我慢して使うっていうところはありました。で、まあ いなくなくって今度は大橋がそういう刺激も受けながらでそれこそ目をつむることもたくさんありましたしそで,、はい、でも彼の,その推進力であったりハードワークっていうのは彼にしかできないものなのでそういうところを前面に出してもらう言いながらっていうところはありましたしおのずとボールはあの集まってくるというかで今のもフォワードもそうですけどみんなは、ね、点を取らせたいからって集めてるわけではなくて。はい それぞれがそれぞれの役割をどれだけやれるかで自分に跳ね返ってくるもんだと思うんで,で前の選手は特にそういうのを怠らなければおのずとこうそういうボールは集まってくるって考えの人間ですしそれを今のフォワード陣たちはすごくやってくれてるのでまあもちろん本人たちからしてもっと点を取りたいとかあいやもっと攻撃させてくれってあると思うんですけど後々絶対にそういうのは。 つながってくるとか、数字にもつながってくると思うので。うん、まあ、町の、もそうでしたけど、うん、目をつむるんですけど、要求をしながらっていうところ方は。あの。変えずに。うんうん、まあ、ほわたって特に数字につながりやすいんで。その数字につながらないところも、その考えでやってます。うん、はい。でも、あれですね、湘南って、こう、やっぱ、生きのいいチームって印象があって。はい、でも、こう、活躍すると。 <laughs> つままれるじゃないですか、<laughs> はいまあ、それこそかつての遠藤航もそうですし、はい、まあ今の2人もそうですし、はい、でも逆に鈴木明希人選手とかね、やっぱりなんか結構なポテンシャルありそうな選手は、やっぱ継続的にいますね、はい、い,やいいんじゃないですか、そういうもんです、はい、選手はやっぱりこう評価されて、うん、例えば買い取られて、行、はい、く行かな、ね、い本人の決断なんで。はいはい で湘南に関してはそういう今はまだまだクラブだと思いますしそういう選手を育っていくっていったらおこがましいですけど、はい、そういう選手を、うん、戦えるようにしていってなおかつこの湘南でも結果としてはつなげていかないっていうスタンスでやってると思うのでだからもう秋田に限らずそういう選手はたくさん湘にしろ田中にしろ、うん、それこそ潤之介と直屋にしろいると思うんで。はい たくさんそういう選手を抱えながら競争させながらで、評価をするのはもう人なんで他の人なんで僕らがそれを求めてというよりかはもう単純にこの湘南でやるべきことをしっかりやっていけばそういうところにつながっていくんじゃないかなというふうには僕自身は考えてますしポテンシャルはみんな持ってるんで福田選手も面白いですよね。いやもう、ななかなか 面白いす <laughs> やいやだから J3 に <laughs>、はいたんでしょで多分最初はあんま取ってなかったっしょって、ね、去年の夏から来たんですけど<で>去年の夏から半年間はもう先発は多分一回もないしそうですよねなん急に変わるあのその半年の過ごし方があって今年だと思うんで、はい、ああそう、はい 多分もちろん試合に出たいとかはもちろん感じてましたし自分を使っていきたいなっていうのもあったんですけど、まあ、その時は戦い方も今とはちょっと違ってて、まあ、残留争いもしてたんで多分本人の中でも点を取りたい取りたい、うんまあ、もちろん試合に出たいっていうところがその悔しさが半年あって今年もそういう感じでスタートしたんですけどうん、うん、もちろん点を取ることが一番いいことだと思うんですけどでも彼のインテンシティであったり守備で潰すであったりこう 気持ちを前面に出すプレーっていうのは、うん、多分彼の一番のストロングだと思うんで、うん、まあそういうのを出,す出せるようにで守備でもいとわず出していく中でおのずとさっきも言ったようにボールが集まってきて結果を出したっていうのはその、うん、6点7点ぐらいに繋がってると思うんで、まあ、もっとチャンスもありますしそれをやっていればおのずと今後2桁には僕はいくと思いますしそれはアキトもそうですしルキアももっともっといけると思いますし中盤の選手も。 そういううい考えででできると思うんでやっぱり自分がこう目立とうとするといいことないんで人のためにって大変ですけどできることを徹底してやれる人ほど、はいはい、選手ほど返ってくるんではい、はい、それをいかにこうどんな時でもできるかっていうのは一つの基準にはなってると思います僕の中では。だいぶ喋ってると思うんで、はいえっと、まとめっぽく言っていいですか、はい アナウンサーなんで、はい、なんででとと綺麗にまとめたいんですよ、はい、まあぬるっと始まってぬるっと終わってぬるんで「はい、まあぬるっとでいいです」って言われたんですけど、はい、じゃあ一応アナウンサーなんで、はい、いや山口、えっとうん、さんだから、えっと、21年就任234年目、はい、そうですね4シ,ーズンです4シーズン目でしょえー、っとずっと順位はまあ2桁なんですけど 1>,、はい、1桁順位を見据えたところの後半戦の展望みたいなのをちょっといろんな戦い方をしてきたと思うんですよはい、はい でそれは本当にまあ結果にどうつなげるかというところでア戦苦闘しながら選手も向き合いながらやってくれてて、はい、今はちょっと、まあ、夏っていうのもあるんですけど今年の当初からのプランでいうとこの夏の戦い方は一つのテーマだったんで、はい、やっぱり一つボール保持のところでどう捉えるのか守備のところでどう捉えるのかっていうところで今まで多分湘南のイメージだとまあなんていうんですかね イイケイケどんどんでまあプレスかけて引っ掛けてショートカウンター、うん、もちろん強みなんで継続したい反面この暑さの中でそれを90分できるかっていったらそうではないのでうん、うん、ボールの保持の仕方、ゲームのコントロールのボール持ってる時のゲームのコントロールの仕方をバージョンアップしていかないといけないなっていうのは今後の大きなテーマですしそれがこう人ではなくて。うん タイプもちろんあるんであれですけどチームとして共通でそういうのができればすごく強みにはなると思いますしその中でその選手のスペシャリティがまが、あ、選手によっての変化として表現できたらすごくいいことだと思うので今の戦い方をバージョンアップさせることでも,もちろん自分たちの強みであるそういう。 ハードワークであったり、ゴールへ向かうところであったり、ゴールをやらせないっていうところへの執着心は。もっともっと徹底してやらないといけないところは。あるので。敵は多分自分たちなんで。はい。そこが一番のテーマだと思ってます。なるほど。じゃあ、一桁順に。そうですね。一桁、うん、あの。よくあるじゃないですか。テーブルの。まあ、上半分。そうですね。下半分。二つあって。嫌ですよね。右と左。現在の順位表です。